こんにちは、キャットグルーマー協会です。今日はね、ノルウェー山の女の子ですね。ね、かわいいね、ミケちゃんの柄ですね。はい、じゃあブラッシングしていきますね。シャンプー前のブラッシングはね、毛玉チェックも兼ねて毛流に沿ってね、スリッカーブラシを当ててあげましょう、ね、そしてね、毛玉があったらね、シュッて手がね、抜けちゃうぐらいね、優しく持ってますよ。このようにね、痛くなくしたらね、お利口さんにしててくれます。私の手いつもね、猫ちゃんにね、こうちょっと乗っかってるでしょ。これでね、猫ちゃんがね、おとなしくね、してくれるコツなんですね。はい、じゃあ前足ですね。ピッて、ピッてしてね、胸の方ね、きれいに溶かしましょう。ここのね、手と手の間もね、ノルウェージャンフォレストキャットね、毛がね、この辺内側柔らかいのでもつりやすいですよ。お手ってこうやってね、引っ掛けてるだけです、絶対握りませんよ。見てください、これお手ってちょっと浮いてるでしょ。リラックスしてないんですよ。普通ね、猫ちゃんね、横倒しにしたらピローンとね、リラックスするんですけどね、この人ね、リラックスしてないですよね。気に入らなかったらパチン、ね、ちょっとパチンってしてみようかな。そういうね、体勢の子ですね。はい、ちょっとね、嫌がってますよね。よいしょ、こうやってね、不安定にするとほら、やだーってね、言うでしょ。そしてね、すごい嫌になってきたら後ろ足でね、もうキックキックってしてね、結構ね、このね、後ろ足の猫キック痛いんですよね。はい、じゃあシャンプーします。よいしょ、さーっとつけましょうね。ーさーっとですよ。すごい可愛い、見て、おとあいね、ちょっとグリーンっぽいお目、ゴールドのお目々と青いお耳、すごい可愛いね。いろいろね、その辺ちょっとね、逃げれるとこないかなって今探してるわけなんですけれど、本当に逃げそうな時ってもうパタ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 ってするので、それ以外はね、こうやってね、猫ちゃんのね、割と自由にさせてあげてください。びっくりさせたり強く掴んだりしないでくださいよ。もうね、こういう系の子をね、びっくりさせたらね、もうね、噛んでね、飛んで逃げてね、そしてね、それを抑えようとしてまた噛んでね、大変なことになります。はい、じゃあね、ちょっとね、しっかり持ちます。お手で持って、手のひらで胸の下ね、しっかり支えます。お手でだけ持ったら痛いですよ。しっかり手のひらで胸を押さえてあげてください。私こうやってね、猫を持つのでね、猫がね、痛がったりしないんですよ、ね、私のことガン見してるでしょ。この人なんやと言ってます。この子の今日の皮脂の状態は、ノルウェージャンフォレストキャットの女の子でね、普通ぐらいのね、ベーシックなものですね。それでもやっぱりね、2回洗わない、クレンジングシャンプー2回しないとね、取れません。あとね、このね、尻尾のところなんですけれど、ちょっとね、紐がね、ウェーブがかってて、ちょっと分かりにくいんですけど、この下ですね、結構ね、皮脂がね、しっかりね、たまりね、ありましたのでね、ここ、元気でね、ちょっとね、シャンプーつけていきたいと思いますよ。ね、逃げよう、逃げようとしてます。はい、お手で出ましたね、今ね、掴もうとしましたけど、そうはいきません。よいしょ、はい、よいしょ、ずっとね、くるって回ってね、またね、こっちに向こうとしてますよ。あ、じゃあ一回すすぎます。私こうやってね、この子のね、胸こうやってね、押さえてね、ちょっと待っててね、まだ飛んでこないでねって言うてます。はい、じゃあ続いてしっかり
ねつけていきましょう。本当言うとね、手のひらにシャンプー剤今取りたかったんですけど、この子前胸押さえてて、来ないでね来ないでねって言っとかないと飛んでくる感じのね今力の入れ方してるので、このようにね後頭部に絶対前の方に流れてこない位置にね原液のシャンプーつけましたよ。こうやってね前ね押さえてないとね、手がねここにかかってしたらねもうここに登ってきますのでね、そうならないようにねちょっとね上手にね阻止してくださいよ。ほらほらほらね来たでしょね。なんかねこのね私ねこの子たちの筋肉の動きで次何しようか分かっちゃったりするんですよ。飼い主さんだったらねその子がどうしたいのかちょっと分かると思うので、目とかこの筋肉どういう動きしようとしてるのかちょっと察知してねやってみてください。よいしょー。はい、なのでね、こうやって猫ちゃんをね方向転換させる時も絶対痛いようにつかまないし、そしてねあこうやって来たら次立つなっていうのもわかるんですね。なのでこうやってね胸のとこ阻止します。そしたら猫が立てないのであれってなります。もしこれで、お母さんなら立てるのに、そして立てて逃げて、そして逃げるのを阻止しようと思ってぐっと掴んで食われるみたいなね、そういうようなねプロセスになってしまうと思います。きっとねお母さんだったら甘えるんでしょうね。私だったらね動く前に阻止されるので噛むタイミングもほいでないんですよね。そのね暴れスイッチって私呼んでるんですけど、一旦暴れた猫ちゃんっていうのはもう阻止するのが大変なんですね。そして私たちでも間違えたら噛まれることがあります。なのでねそのスイッチを入れないように入れないようにしています。はい、じゃあねこの人のこの白い部分ね綺麗にねしてってあげましょう。はいはい、そこ乗ってて白いの分かってるよ、見えてる見えてるここも洗ってみたいなね。これもね私の思い込みかもしれないんですけど、女の子の猫ちゃんね、猫ちゃんの女の子これだけねこうシャンプーの時にもめちゃめちゃ嫌がってるくせに仕上がって綺麗になるでしょ。ドライヤーかけて綺麗になるでしょ。そしてね綺麗ねって言ったら当たり前よみたいなね、そんな感じでね今までシャーシャー言うて怒ってたのに綺麗になった途端にねルンルンだったりするんですよ。結構そういう猫さん多いんですよね。このままね、色のついた部分洗っていきますよ、ね、どうしてもほらしがみつきたくって前向きますよねこの人ねやだよね、こうやってね折っててね引っ掛けとくの。そしたらねもうねこっちに来れないのでねあ、それでも反対側の手までね上げてね来ようとします。こうやってねここをつかますと多分もう私に這い上がってきてもう泡まみれ引っかき傷だらけになると思うんですけど、あんまりね動くとねお顔の方にねお湯入っていってね自分で動いたくせにねかかったかかったって溺れた溺れたって言うんですよ、人聞きの悪いこと猫ってね。動く猫ちゃんにはこうやってねスポンジでねお湯運んであげるのもねいい案ですよ。ブルブルはねやらないであげてください。こうしてねお湯ね運んであげますよ。猫ちゃんもねシャワーヘッドが直接ね顔に来ないので怖がらないですのでね、なるだけねお顔周りは緩いシャワーにしてあげてくださいね。お家のシャワーね、人間のシャワーヘッド全開っていうのね、あんまり多分ね、猫ちゃんには不快だと思いますよ。
もうね、シャンプーとかドライヤーの時にね、猫ちゃんを不快にさせたらね、負けみたいなね、どのくらいに思ってていいかもしれませんね。このシャワーもヘッド持ってるお手手ですね。それでね、猫ちゃんをね、しっかりね、補定しましょう。ねえ、この人、うなぎみさんに逃げよう、逃げようとするでしょ。得意なんだよね。ニョロニョロね。よしよし、あーよしよし、あー、くい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 。ねえ、今ね、噛もうとしましたよね。こうやってね、暴れさせるとね、噛みます。そして噛んで、いたとかって言って離してもらって、そして逃げます。これがね、猫ちゃんのね、技なんですよね。でね、その技をね、させないようにしてください。暴れスイッチを入れないようにね、今みたいにね、しましょう。あ、じゃあコンディショナーしていきますね。なんかこの人、何回かしがみつくのトライしてるけど、あかんわ。回ったよ。ねえ、チルチルにしとこうね。でも私ね、この時もね、あんまりこの人とね、アイコンタクトしませんよ。猫ちゃんとアイコンタクトするのは飼い主さんだけ。ねえ、知らない人はアイコンタクトしたらお前やのか、みたいなね、そんな感じにね、喧嘩になってしまいます。ぎゅー、ぎゅー、ぎゅー。あんまりね、ぎゅうぎゅう私言ってますけどね、力任せにしちゃダメですよ。おにぎり握りぐらいの優しいぎゅうです。こうやってぎゅってやるの方がいいです。ただ猫ちゃんによってはこうやってね、ほら、どうしても前向くね。本当にね、猫ちゃんと猫ちゃんそれぞれでね、いろんな子がいます。なるだけ早いうちにその子の癖が分かるとやりやすいですよね。はい、猫ちゃん包みますよ。よっこいしょ。はい、ドライヤー入れていきます。はい、しっかりね、乾かしていきますよ。このね、お手手、足くるまれてますよね。そしてこの頭からね、しっかり乾かしていきますよ。この時にね、しっかりね、ここをね、お手手出てこないようにね、指ね、少し2本ぐらい入るようにしてね、持っといてあげるとね、猫ちゃんね、お手手出てきませんのでね、今お手手ここ突っ張ってますでしょまだね、包まれてると思ってますね、もうね、背中出てね、ちょっとね、自分がね、立てばね、タオルから出れるんですけどね、まだね、前にだけ行こうとしてますでしょ。猫しっかりね、騙してあげてくださいよ。ね、そろそろバレてきそうになったら、ね、よっこいしょっと。フェイスタオルでもね、いいですしね、こうやってね、なんかね、顔の周りこう包まれてるとね、あ、まだ巻かれてるっていうね、気持ちになるんでしょうね。しっかりね、こうやってね、溶かすことによってね、毛がバラバラしてね、早くね、乾いていきますし、しっかりね、ブローしながらのドライングでね、紐もね、ツルツル感ね、シルキー感が出ますしね、非常にね、ダブルの効果、ね、トリプルの効果がありますのでね、ぜひぜひね、やってください。前に行くって言ってますよね行かせませんって言ってね、こうやってね、逃げちゃってこう捕まえてっていうのより、こうやって行こうとする前に動きを止めてあげる方が上手に行くと思いますよ。猫ちゃんお手手あげてるだけですよ。こんにちは猫にね、いつでもね、こうやってね、安定というんですかね、痛くなく上手に優しくね、抱っこしたり触ったりしてくださいね。そうするとね、少しね、動き優しくね、猫ちゃんしてくれるんですよ。でも痛いと強いと、それを振りほどこうとして、猫もやっぱり強い力でやってくるんですね。
そうするとさあどっちが勝つか負けるかっていう話になってくるので、猫とやり合わない、張り合わないようにしてくださいよ。上手に抱っこしてあげるコツがね、ドライヤーのコツですね。あのこんなブラシなんてね、あの痛くないように毛流に沿って沿って敷けたらいいんですね。こう持たなきゃなんないとかそういうのはないんです。軽く持ってね、毛の流れに沿って溶かしながらドライングしてたらいいんです。何のコツもいりません。ただこのハンドリングっていうのはやっぱりね、これねちょっとね、いくらねたくさん見ていただいてもね、まあ熟練の技なところがありますのでね、できるだけねこうモノマネやってみてくださいね。みーちゃん先生のモノマネってなんだそれみたいな感じなんですけど、きっとね猫に好かれますよ。みーちゃん先生はね、ここのとこでね顎を置かしてもらっててね、前の胸をね大きく手のひらでね支えてもらってね、そしてなんとなんとね、ここから指がね出てね、親指で顎を持たれて、ここで脇をこうやってね、お殿様みたいにね、肘置きなんですよ。ね、このようにね、ウルトラね、猫にね、気を使ってますよ。こういうね、ちょっとしたね、気遣いがね、例えば、1分しか我慢できない猫が5分我慢してくれたりっていうところですね。嫌なもんは嫌なんでね、これもね、いくら優しく持ってても1時間も2時間もしたらそりゃ嫌ですよね。なので痛くなく、そして怖がらせないように、めっちゃ手早くスピーディーにしますね。このね3つの約束を猫に守らないと、噛まれ、噛んだるみたいなね引っかいたるみたいなね、逃げたるみたいなね、そんな感じになりますのでね。こういうねブラシとか私が使っているおすすめのもののね、あのショップをね、始めましたのでね、動画の説明欄に載せておきます URL ね、ぜひぜひね見てください。でもこれ安いよね、よく考えたらね。もう喋ってたら噛んだじゃないかみたいな感じですよねよそ見してたら噛んでやるあのね、今ねカプってしたのね見ました。すんごい嫌がってるわけじゃないのにカプってした理由は、ただそこに手があったからですね。これをね、噛んだ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 とかって言ってね、言っちゃいけませんよ。それはただ目の前にあった私が悪いんですね。猫ちゃんちっとも悪くあります。さあね、キャットグルーマーはね、猫ちゃんの前にね手を差し出してはいけませんあ、噛んでる笑う洋服でも噛むんだ洋服でも噛むんだ。あ、かわいいかった。冷風にしていきまーす。あー、気持ちいい。サラサラ。はい、ノルウェージャンのね、ビオちゃんなんですけれども、今日はね、頑張ってくれたわけなんですけれど、ノルウェージャンね、ここのふわふわした毛ね、非常に美しいですよね。さーっとね、前向いて溶かしてあげましょう。ね、そしてね、お顔なんですけれどもね、三角、ね、逆三角形が綺麗ですよね。お耳は外に、お顔は三角に。そして、ラフはしっかり、ね、あるように見せましょう。よいしょ、よいしょ。尻尾もね、太く大きく見えるようにしましょう。こんなね感じでね、オーバーコートをしっかりしたアンダーコートを持った猫ちゃんです。非常にね美しいこの三角のお顔、綺麗なね、アーモンドのお目々ね、素敵ですよね。
お家でもね、綺麗にね、この紐をね、保ってってあげたらいいんじゃないかなと思います。でどうしても、これはね、ペットちゃんなんですけど、どうしてもね、この子たち毛量が多いと内側もつれやすかったりするんですよね。そしてうんちさんつきやすかったりもするんですよね。そういったところをね、カットしてお家で過ごしやすく飼うっていうのもね、ありだと思います。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。